はい、皆さんこんにちは。今日は iPad で英語の勉強をする方法を紹介していきます。学生さんはもちろんなんですけど、社会人で英語の勉強したいと思ってる人は今日の動画めちゃくちゃおすすめです。で、今画面に出しているような単語表みたいなのをですね、今日は作っていきます。で、使うアプリが Wisdom っていう英語の辞書アプリですね。で、このアプリ2980円ぐらいして結構ね高いんですけど、もう本当に本当におすすめで、本屋さんでね英語の勉強本を買うよりもよっぽど価値があると私は思っています。なのでね、絶対に買ってほしいアプリの一つなんですけど、今日はこの Wisdom のアプリと、あとノートアプリ、何でもいいんですけど、GoodNotes 5を今日は使います。この2つを使って、こういう単語帳ですねの作り方を紹介していきます。で、Wisdom のアプリなんですけど、基本的には辞書アプリなので、検索をするのが普通の使い方ですね。検索タブがあるので、ここで検索ワードを打ってもらうと、本当にいろんな、ワードがヒットします。で、この Wisdom のいいところは、全部オフラインで検索ができるところですね。他の辞書アプリだと、インターネット繋がってないと検索できなかったりするんですけど、この Wisdom は、このアプリの中に全部ワードが、単語が入っているので、いつでも検索することができます。で、今1個ワードを調べたんですけど、この上のところで発音を再生することができます。touch, touch.で、この検索バーの下のところにタブがあって、生句ですね、慣用句とかもあるし、その横に行くと、用例ですね、例文があります。で、このWisdomは、例文がね、すっごいたくさん載ってるんですよ。やっぱり単語1個だけ調べて、その意味だけ理解してもあんまり意味なくって、どういう場面で使うかみたいなのをちゃんと理解しないと、なかなかね、英語って喋れるようにならなかったりするんですけど、こういうのが本当にたくさん載ってるアプリは、私はすごいいいなと思います。で、今回使うのはこの辞書の部分じゃなくて、ちょっとおまけの部分になるんですけど、この、上部のタブの一番右側、ここに付録っていうボタンがあります。で、これを押すと左のサイドバーに、重要語、Wisdom英語辞書みたいなのがあって、ここですね、真ん中のところ。A ランク、B ランク、C ランク、D ランクってあって、Wisdom が持ってる単語の中で、レベル別に分けてくれてるのかな。で、A ランクだと中学生単語で、 B ランクだと高校生単語みたいなのがあるんですけど、ここがねめちゃくちゃいいんですよ。特にこの A ランク、中学生用語なんですけど、絶対マストで覚えておくべき単語がここにですね一覧で載ってます。で、 A ランクだけで1300語ぐらいあるんですけど、この A ランクを覚えるだけで、英会話、日常の英会話で使う単語は大体マスターできます。なので、これから英語を勉強したい人はですね、この Wisdom の A ランクのところを覚えてくださいっていうのが今日の、ポイントになります。でですね、それを踏まえた上で、ノートを作っていきます。この状態でノートアプリ開いていくので、一回ホーム画面に戻って、検索バーで GoodNotes5 を検索してください。他のアプリでも大丈夫です。で、これをですね、ぎゅっと長押しして持ちながら、またホーム画面に戻って、さっきの Wisdom を開きます。で、スプリットビューもしくはスライドオーバーで開いてください。そうすると今、左側に Wisdom、右側に GoodNotes 5が立ち上がっている状態です。で、右側の GoodNotes 5で新規ノートを作っていきます。今回は縦向きですね。ここで縦向きっていうのにしてください。縦向き、横向きあるんですけど、縦にして、中のレイアウトはですね、罫線が太いやつ、幅広ってやつがあるんですけど、これを押してください。で、こっからですね、この Wisdom の A ランクに書かれている単語の中から、自分の知らないやつをですね、ピックアップして、この GoodNotes 5の方に書いていくっていう感じになります。基本的には英語で、その後意味で、その右側ですねは例文をちょっと書いていくっていう形にします。で、例文書くときは全部手書きで書くと結構大変なので、テキストコピペしていきます。左側の Wisdom で、例文いっぱいあるので、自分がいいなって思うやつ見つけて、Apple Pencil でも指でもどっちでもいいので、こうやってグッて長押しすると、ね、選択することができます。
めくって長押しした状態でホールドしてると、コピーっていうのがですね、上に出てくるんですよ。で、この状態でコピーをして、グッドノーツの方で長押し、ペースト。押すと、こんな感じで、ノートの方に、例文がね、簡単に貼り付けることができます。で、位置とか調整できるし、あとテキストのサイズとか色とかも後から調整できます。それはテキストタブのところに行ってもらうとできるので、ちょっとね、今文字サイズが大きくなってるので、フォントサイズを11ぐらいにして進めていきます。で、サイズ11にしたらですね、下のところに、デフォルトとして保存っていうボタンがあるので、これを押しておくと、次から打ったテキストも全部最初から11、フォント11のサイズで打つことができるので、このデフォルトとして保存を押しておいてください。で、例えば、一つの単語で複数の意味を持つものとかもあるんですけど、例えばこのフィギュアっていう、単語ですね、数値とか、あと姿、ポーズとか、あとは考えるとか、計算するとか、解決するとか、本当にいろいろ意味があるんですけど、そういう時は一個一個ね、段を分けて書いていった方がいいです。で、その意味ごとに、こう、例文を一個ずつ書くと、よりね、頭に入ってくると思います。で、あとはですね、リメンバーとかいう単語だと、覚えているとか思い出すとか、あと忘れずに何々をするとかいう意味があるんですけど、ちょっとその意味ごとに文法が変わってきたりするんですよ。で、そういうのもウィズダムはちゃんと、説明してくれてます。こういうなんか枠みたいなので囲って、説明してくれてるんですけど、こういうのもめちゃくちゃ使えるので、こういうのも、スクショ取ってね、ノートに貼り付けるっていうことができます。例えばここスクショ取りますね。アップルペンシルでギュッて端っこから、スワイプするとスクショが取れるんですけど、この状態で、この取りたい部分だけを囲います。で、写真に保存してもいいんですけど、右上のところ、共有ボタンのところからコピーっていうのを押してください。で、コピーしたら、グッドノートの方でさっきと同じ、長押ししてペーストを押すと、このスクショ取ったところ、切り抜いたところだけが、グッドノートの方に貼り付けることができます。これはね、めちゃくちゃ便利な機能なので、ぜひ皆さん覚えておいてください。いちいち写真に保存しなくって、コピーしてノートアプリとか違うアプリにペーストするっていうのね、他のアプリとかでも代用できます。はい、じゃあこんな感じでざっくり書き写し完成です。で、この意味のところですね、日本語のところだけちょっと色変えていきたいので、投げ縄ツールで、囲うんですよ、こんな感じで。色を変えたいところだけを囲って、で、タッチして、カラーっていうボタンがあるので、それでカラーを変えることができます。こんな感じで。でそうするとね、最初は全部もう黒で書いちゃって、後から変えるっていう方が私的にはね、効率がいいというか早く作れるので、私はいつもこうしてるんですけど、まあ皆さんは好きなやり方でやってもらえればいいと思います。で、この作った単語帳なんですけど、皆さん自宅でプリントアウトとかして覚えてもらってもいいですし、そういうのめんどくさいっていう人は iPad でおすすめのアプリがあって、暗記シートっていうアプリがあります。赤で書いたところだけを消してくれるっていうね、結構優秀なアプリがあって、私も昔 YouTube 動画でね、この YouTube 動画で紹介して、今も人気の動画の一つなんですけど、それぜひ見てください。概要欄の方にですね、動画リンク載っけておくので、それ見てもらうとかなり効率的に iPad で英単語をね、覚えることができると思います。はい、ということで、今日は以上にしたいと思います。ぜひこの動画役に立ったらいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。で、私はですね、基本的にクリエイティブ系のアプリがメインなんですけど、こういう勉強系のアプリとかもね、日々研究して調べたりしているので、おすすめのアプリあったら皆さんコメント欄の方で、教えていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで、学生さん夏休み勉強頑張ってください。アミチ先生より。ということで、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。